こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はこちらのオーダー製品の紹介になります。今回のオーダー製品はイタリアンレザーを使用した三つ折りウォレットになります。今回のお客様は以前紹介したエレファントレザーのねウォレットをご注文いただいたお客様のお友達で、一緒にねお店にね来ていただいた時にご注文いただいて製作をさせていただきました。こちらのお客様もねいろいろどんな形にしようか悩んだ末ですね、今回のこちらの形で製作をさせていただきました。ご注文ありがとうございます。はい、フールではね珍しいタイプの三つ折り型なんですけれども、こういった形のね作りになっています。こうか、こっちの方が見やすいですね。はい、表に使用している革はイタリアのアリゾナレザーになります。シボ付きのね革がいいということだったので、アリゾナレザーを今回は手染めで染めて仕上げました。ですからまあ内側のねこの床面が生成りになっています。面白い作りですよね。最終的にこちら蓋部分にですね根腸をつけるか、まあ真鍮のボタンで留めるか、この辺はねまだお客様が悩まれているところで、実際ね物ができた時に選んでつけようということになっているので、こちらね取り付けた時の画像はまたね撮れるようでしたら撮りたいと思っています。はい、中はね至ってシンプルな作りになっています。左側にですね横向きのカードケースを7段、はい、中央部分にですねお札入れとコインケースを作ってあります。一番奥にですね3段6枚入りのカードケースを1つ、背面がねこちらポケットになっています。まあ収納力抜群ですね。はい、お札入れが2箇所、真ん中にフリーのカードポケットができています。一番手前にですねファスナータイプの小銭入れを1つ、はい、マチ付きなので開口も広くてねすごく取り出しやすい作りになっています。さらにですねこのコインケースの前にですねフリーポケットを1つつけてあります。ほんとね収納力抜群ですね。はい、こういった感じでパタパタと畳んでいただく三つ折り型になっています。まあ、シンプルでね収納力抜群の作りになっていると思います。はい、ということで後日ね取りに来ていただいた際に根腸を取り付けて無事完成しました。根腸はね久保田クラフトのスペシャル根腸を選んでいただいて取り付けました。めちゃくちゃかっこよく仕上がりましたね。まさにね世界に一つのウォレットに仕上がったと思います。ぜひね長年愛用いただければ嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、See you!